せーのーだ万々歳ゆうです。ギッシュです。ゆうです。はい。ということで、はい、やってまいりました。はい。恒例のあの企画。脱衣企画でございます。お久しぶり。いや、久しぶりですね。うんぱさんを入れて、はい、リシルナで3人でやったりとかしてたんですけど、うん、3人揃って脱衣企画っていうのはすごい久しぶりなのかなって。めっちゃ久々かも。ちょっと避けてた。服もさ、ないやん。ない。レパートリーが。ないやんって思ったんだけど、あまりにも今日おかしい人がいんのよ、一人。お前だよな、どう考えても一緒やで、服の色も真似して。いやいやいや、俺最初からこれ着てたろ、うん、で帽子と数も一緒なのやめてほしい。すごいよね、うん、これがおしゃれになるかもしれないですからね、うん、そんな流行るかもしれない、ね、パリコレなんてこんなもんですよ。確かに確かに。本日はですね、カタカナ言ったら即脱衣、クッキー作り。イエーイ。今日ホワイトデー。うわーい、あげましたよね、私あげたよね。で、君はホワイトデーにお返しもせず沖縄に飛ぶと。はあ、でかくなったね。沖縄で買ってこいと。あの、どう、お土産買ってきたよ、じゃあ、うん、はい、ということで万々歳ハウスでクッキー作りをしたいんですけど、万々歳ハウスにオーブンレンジがないので、はい、グリルでクッキーが作れるみたいで、そちらを作っていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。寝違えて調子悪め。はい、それじゃあ早速作っていきましょう。はい、今日は先生堂々脱いだ人だけがサムネで脱ぐ。ほんまにそうしよう。いつもそうや。もう始まってる。まだ。もう始めよう。よーい、始め。作るでー。作るよー。一瞬肩もんで寝違えてたとこ痛すぎてさ。今測るの？測れんだ。測れるよ。料理するんだ。するよ。うん、はい。オンオンオン。お前スイッチを押したの同時に言ったよな。オンって。うざい。じゃ脱ぎますね。これ大事にしたいな。何やそのプライド。スタート。全部入れるの。うん、150。あれ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 、なんぼ150やってて。こういうのは、うん、これや。みんな昨日何した。昨日はやば、記憶ないわ。え、何したんだろう、昨日。記憶ないわ。撮影や。撮影や、三重旅行行ってる間。旅行じゃないです。あ、でもまあ、よかった、正解だったね、昨日の動画で言ったこと。何？でも急にね、みゆちゃんは旅行で、ひじくんは沖縄で。何してんの？違う、これだけまず溶かさないといけないんだよ。そうなの？そうだよ、お前さぁ。お前だ。お前触ったことないのか。お前だ、お前触ったことないのか。クッキーデザート作り一番苦手なんだ。はい、クッキー、はい、デザート作り。クッキーデザート作り。それは違う。お、正解ルナ。始まり。ルナお菓子作りめっちゃ苦手なの。なんで結構するイメージあるけどね。ないの、うん、ある。何作ってるイメージある。カリウトとか。あさり触りな。作ったことないよ。で、これを温めます。そしたら、これにお砂糖を大さじ2。儀式にやらすとか。うん、そうだね。はい、大さじ2。あー、どんどんどん。いや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 、どんどん入れすぎだろ、絶対。ドワンドワンドワン。いや、それは耳がおかしい。いや、マジで耳がおかしいわ。普通はさ、この端っこから入れるでしょ。普通の砂糖と違うの。うん、これはなんかお菓子とかで。いや、大きいだろ、絶対。もう言った。あと1個入れたんで。始め。どう？いいよ。でしょ、うん、やったよ。マジ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 。卵は片手で割れる？割れないよ。割ってみようよ。見てよ。わ、すげえ。あ、これめっちゃ入った。うわ、もう最悪。あ、人生の終わりへ。多分カラって言ってたけど韓国の方だ。こっちの方の。そうそうそう。言ったの？言ってないよ。いい感じ、いい感じ。超超超いい感じ。うざいね、言いそうで言わない感じ。これって何なの？これ？玉。うん、なんかすごいネックレスつけてね。ルナ？え、もう焼くだけ？材料終わり。何になりたいの、騎士って。俺、うん、まあリアル。ねえねえ
げおいぬーげおいぬーげおいリアルスーパーヒーローって言おうとしたけど言えや最後はリアルって言ったかい。え、何になりたいの？すごい人。すごい人っていっぱいいるよ。うん、いやすごい人いっぱいいるよ。でも、義手といえばどういう感じって言ってすごい人っていうイメージ。もう温めていいんじゃない？行くか。なんて書いてある？弱火で4分焼き、少し焦げ味がついたら。焦げ目がついたら焦げ味。オッケーオッケー、行くよ。2回言った、オッケーオッケー、行くよ。何ですか？あなたは一体何ですか？結果が全てじゃないんですか？すぐ1はい、2。おお。はじめ。あ、これレイジも来てたな。そう、よく知ってるね。うん、レイジとミナも来てたのか。来てた。すごくない？俺よく覚えてない、あの誕生日企画の時来てた。え、そうなの？そう。なんでお揃いなんそれ？もらった、レジ兄に。レジの？レジ作ってんだ服。うん。え、趣味合いそう。え、だから言ってたで、レジ兄が義手くんと似てそう性格って言ってた。おお。何？だって俺も全くこれのこのロゴ作ったもん。そう、同じやつお前、あー、瞬間さ、なんか顔つき変わったの。うん、うわー、隠そうとしたんだ。自分で隠そうとする人生って楽しい。黙れ、お前みたいにピッと隠してるやつに言われたくないに始め。うわっ、しかも俺のあれじゃないし。なに？遊んでないし。そんなのは知らないね。あんたがやり、はい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 、やり、はい、何？スタートでき、たおや、そうっすよ、OK。入れたもんだね、あんたも。手伝えよ、じゃあ。いや、俺、司会のつもりだった。じゃあ、司会みたいに食べてや。うん。はい、7番、リンゴ星人です。8番、リンゴ星人です。うるさいね。あ、8番。何が面白いんですか？知ってる人にはハマるんだよね、これ。これさ、丸くしよう。どうする？義手くんやれ。手にね、油ちょっと引くとね、これちょっと、じゃあ、火消すだよ。いや、そんな手で顔ベタベタ触れないじゃん。はい。いつ洗った？ベタベタは？あー、ひらがなでベタベタって書かないの？うん、うん、じゃあポタポタ焼きよ。でしょ？でもポタポタやったら絶対、いやだからそんな感じだって、ベタベタ焼きみたいなもんやで俺。あ、言えばこういうね。ありがとう。そしたらさ、うん、半分でさ、平べったくしてや。じゃあ俺やる。平べったくしてや。こんなんできんの？そう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 、綺麗にね。これはどうする、使う？使う。はい、取れる？普通は入れるのよ、冷凍庫。そしたら取れないだろう。え、ねえ、何をし形やったら無理やから丸めて、うん、あの個体のやつにしよう。そうしよう、うん、はいってやつでしょ。これ、みーちゃんみたいにして。これ、あー、これ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 、はい、だんごさん。お前、日本語もビビってなんかやめろよ、それ。ビビんの？ん？ ん？ あ、ビビるってひらがなじゃなくないですか？調べて、ビビるの由来。ビビるで辞書を引くと、はにかむ、恥ずかしがって小さくなる、また気遅れして小さく縮こまる、萎縮すると出てます。まあだから辞書ではひらがなってことですかね、これ。でも一般的は辞書にある日本語が全てじゃないのかね、うん、なんか俺てか、なんでこんな何回もやってるのに毎回。おーい、あ、ボーイって言った耳どうなってんの。本当にびっくりだよ、あんたに。なんで俺手にダメなの、クッキー。ねえ、めちゃくちゃ下手くそじゃない？なんだよ、クッキーって言ってるの。嘘、早く。鼻くその方がまだこねくり回してて楽しいわ。はじめ、しりとりしよう。いいよ。3文字ね。うん、うん。あ、しりげとかダメか、そりゃ。あぶね、しりげって言って負けるとこだった。何が言ったいいきます。はいはい、コアラ。はいはい、コアラはひらがなやろ。え、コアラのマーチとかって普通さ。コアラのマーチは？なんでそういう危ないとこ行くの？はいはいはい、しかもコアラってオーストラリアやし。有名なだけだ。はじめ。セーフやったみたいな感じやんなよ。はいはい、車。はいはい、マリモ。はいはい、モミジ。はいはい、ジー塾。はいはい、くるみ。はいはい、ミルク。はいはい、てか、待て待て待て、ミルク
もう自社を、自社自社。あ、なに、自己目じゃねえから、自己目じゃないから。ミルクって、ミルクの赤ちゃんの粉にミールクってひらがな書いてあるさすがに、待ってよ、お前さ、義務教育行ってねえからってさ、さすがの俺でもわかるよね、英語ってことは。普段義務教育行ったよ、小学校も。お前小学校でもうつけんな。これ食べていい？じゃあそんな俺から始まる五文字しりとり。五文字。はいはい。運動着。はいはい。着でもいいの？いいんだよ。機関車。はいはい。三三。四四。車輪も二。もう。どっち？二二。あ、ごめん。二。はいはい。三二一。尿味噌。はい、抜きよ。コメント欄でお待ちしてます。そんな俺から始まる早口しりとり。何文字でもいいんだ。うん、はい、あ、リンゴ。はいはい。ゴリラ。ゴリラってカタカナじゃない？まあ、どうする？ゴリラカタカナやと思う。え、それだったら、え、どっち、どっちだと思う？ゴリラは。私はひらがな。いや、だから調べて。ねえ、いいって。でもいいって。はい、カタカナです。いやだー。ねえねえ、手作業なことね。ちょっと順番変えてや。うん、激しく。リンゴ。ゴマ。枕。酢飯。はいはい。シカ。はいはい。貝殻。ラクダ。ラクダはひらがなだよ。はぁ、みんな。ラクダひらがなだったし。ひらがなだし。ねえ。止めて、もう食べよ。もう食べれる。もう食べれるよ。そんなあれから始まる。はい。卵。ちょっと待ってや。ダメでしょ。ちょっと、もう一回やってや。笑ったよ、ほら。ちょっと、もう一回やってや。はい。メダカ。買い物。はい。のり。リンゴ。娯楽。はい。三三二二。くす玉。三二。あれや、芸人の人。マジそうよ。あ、お前さ、どこのさ、チャラい大学生みたいなパンツ履いてきてるの。はい、もう抜きたよ。そんな俺が抜く。俺には使命があるからな。何よ。サムネで抜いてくれ。サムネって言ったんだ。旦那すぎ。何それ。いつ買ったのそれ。なんでそれを買おうと思ったの。かっこよくね、この紐ないやつ。いやいやいや、ちょっとさ、やばいよ。柄やばい。なんかさ、そんなに垂れるもんなの。もっと支えてくんないんだ。支えになりません、これ。紐ないんで。もう、ジャンプしたらさ、いつでも落ちてきそうじゃない。落ちません。分かった。手落ちません。手ぐるぐるってするね。落ちません。分かった。やべ。無理。英語言ったらいいよ。英語言いなさい。言わない。じゃあそんなあるから。もういいって。もうラスト。もうラス。お前全然これもうガムテープでさ、ぐるぐるしてきたら。おい、剥がすとき手が巻き込み事故や。じゃあもう一回終了です。はい。ということで、多分この動画のサムネなんですけど、初めて義士が一人で立ってると思うので、皆さんこの動画見終わった後もう一回サムネに戻ってみてください。はい、クッキーもできたんで食べていきたいと思います。はい、よっしゃ食べよう。これが本当のマシソよ。マシソよ。せーの、いただきます。もう昔食ったことある味。わかる。なんだこれ。ちょっと生っぽいよね。うん。ルナの黒焦げのやつ。めっちゃこれ。うん。でも美味しいね。大成功です。うん。でもこれだけ見ると本当に美人ないな。サチないなじゃなくて。美人ない。俺デコ狭かった。本当にかっこよかったよ。ちょっと一回だけデコ狭くしてみて。どうやってだよ。顔も縮めようとして。触んな。なんかいいね、この3人でやっぱ万々歳だね。うん、ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。うん。